沼津駅南口のバスターミナル反対側から見た、イーラでイーラでは、静岡県沼津市大手町に所在する再開発ビルで、ある。建物は、地上20階地下1階建て、高さ82メートルであり、沼津市内では、最も高く、静岡県東部でも三島市にある、高層マンションに次いで2番目の高さである。なお名称は時代を意味する英語の、エラ、そして方言で、 いいでしょうを意味する、いいらから一旦、いいらに決定したが、後に、寸東郡庁泉町の静岡県立静岡岩センターに同名の彫刻があることが判明し、後ろに、出をつけることで解決した。1989年9月に、都市計画が決定されたことにより国鉄用地を買収し事業着手。当初は、百貨店を核とする複合ビルとして計画され、 沼津市内に店舗がある丸井と地元伊豆箱根鉄道の建物で沼津店を出店している西部百貨店とで争われたが市は最終的に西部百貨店を格とすることに決定したしかし2002年から2003年にかけて西部百貨店全体の再建が急務となり2003年1月31日に撤回を表明設計を見直すことになったその後 仮層に独自の商業施設、中装に立体駐車場、上層にマンションを配置する案に決まり着工。2008年3月20日に開業した。その他3階は美容室やホール、2階は雑貨店や服飾販売、飲食店、1階はレディースファッションや服飾販売、B1 階にはベーカリーやワインショップがある。ありがとうございます。